どうも、米不足です。本日はですね、8時18時でバイトです。なんか今週ね、8時18時が多くてね、体的にはね、休めていいですね。はい、今日も行ってきます。漢字の柔道と横文字の柔道って、それいつから言ってるか。なんか俺おーい、バイト先は別になんか問題があるわけでもなく終わって、今日また先輩の家に遊びに来ました。ちょっとフケがひどすぎたのでね、落としてます。すいません先輩、汚くしちゃってます部屋を。で、先輩ん家に言うと、初めましての後輩の子とかも来ますね。加藤くん、めちゃくちゃいい子でした。いい雰囲気、新潟出身なんだって。いい子だねこの子は。かっこいいし、かっこいいね。俺と違って、あ、すいません、僕と違って。この日も楽しかったです。また明日。